嵐山幼稚園では SDGs に取り組んでいます。研究次第は子どもたちの豊かな感性と創造性を育む環境教育、副題を年間を通じて SDGs に取り組み家庭や地域に発信しようです。 A ファームでは地域の方の協力を得て野菜を育てています。春にはジャガイモが取れます。夏にはキュウリやナス、ピーマン、トマトが取れます。秋にはサツマイモや枝豆が取れます。年中のコアラ組は和紙の原料になる麹を育てています。こんなに大きいなら年長星組は麹を育てています。地球観測センターの方にご指導いただき構造が大きくなりました。今年は紙すき体験をしました。園にあるお花を入れて絵はがきを作りました。とっても楽しくできました。紙すきした絵はがきです。年長の星組は絶滅危惧種のサワトラノを育てています。絶滅危惧種のサワトラノからマスコットキャラクターサワトラくんが誕生しました。いっぱい食べたよ。サワトラくんの尻尾には絶滅危惧種のサワトラ脳がついています。これからもサワトラくんと一緒に SDGs に取り組みます。